シゴモズは、スズメモクモズカモズ族に分類される鳥類。インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、台湾、朝鮮民主主義人民共和国、日本、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス、ロシア東部東器は中華人民共和国南部や、フィリピンスマトラ島で越冬する。日本では、 本州に局所的に分布する。九州でも繁殖記録があり、2006年に広島県で繁殖例が報告されている。全長18.5センチメートル。体重25から33グラム。肩から背、腰、おばき部上面を覆う毛は赤葛色。仮面は白い。くちばしは黒い。甲子は開国色。オスは頭部が青灰色で、くちばしから目を 通り側頭部にかけて黒い筋模様が入る。メスは頭部が肺褐色で目先がオハク色。低地から低山地にかけての明るい紅葉樹林や紅葉樹と新葉樹の根交林に生息する。薄利地方では川辺の低木林やその低木林に接する森林の林園に生息する。群れは形成せず単独もしくはペアで生活する。食物として、ヒナに、 林種目の幼虫、カナブンカマキリ類、コオロギ類などの昆虫、日本アマガエル、日本カナヘビなどを与えた報告例がある。捕らえたいものを枝等に突き刺す早に絵を行う。繁殖様式は乱生。郊外の雑木林やゴルフ場の松林などで繁殖することもある。高枝に映像する傾向があり、木の枝や樹皮、細根、稲科植物の茎などを組み合わせた。 皿状の巣を作る。3から6個の卵を産む。放卵期間は15から16日。ヒナは約14日で巣立ち。巣立ち後も幼鳥は約14日は親鳥の縄張り内で生活する。赤モズとペアを形成し、主観雑誌を形成することもある。日本では分布が局地的で、もともと生息数が少なかったと考えられている。 1978年の調査で確認された場所では、1998年の調査ではほとんど確認されなくなっている。例として、東京都や埼玉県では宅地化により、生息地が消滅した。1997から2002年に繁殖が確認されたのは2メッシュで、繁殖している可能性があるメッシュは一つのみであった。近年は減少傾向にあり、その要因として、 樹林と草地が組み合わされた環境が減少もしくは悪化している可能性が考えられている。絶滅危惧 ILE。ありがとうございます。